お疲れちゃんです。ラットです。いい、そして というわけで、キヨキヨさんです。よいしょ。というわけで、今日もキヨラット撮っていきたいと思います。本当にね、今変なテンションなんですけど許しください。よろしく。はい、これ自分では貼ってません。貼られました。いえ。というわけで、今日はですね、はい、キヨキヨさんにまたスパーキーデッキをね、前回も紹介したと思います。出た。これ面白いんすよ、これ。いろんなデッキ使えるの楽しいから、はい、教えていきたいなと思います。思います。ということで、あれ分かってますよ今日これですね、このジャイスパなんですけど、はい、ジャイスパになんとスケルトンラッシュが入ってるデッキでございます。これ、はい、残り1分から何の形が一番強いんですか。もうジャイスパスケラできたらもう勝てます。データできたら勝てる。はい、でただ先生、これもうコストがもうだって。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですけど、そうなんですけど、残り1分切ると、まあ言ったらエリクさん2倍タイム、うん、そしたらジャイスパスケラが組めるんですけど、基本的に前半は組めないですね。組めない。はい、組めなかった場合にジャイスパで形を作ることもできれば、はい、ジャイスケラの形を組むこともできるんですよ。確かに。前半はまあどっちか、どっちかで、基本的にどっちかですね。だからたまたまこうスパーキーがいろいろ相手のユニット処理とかしてゆっくりになったら、コストがたまったらジャイスパスケラ前半もいきますけど。なるほどっすね。基本前半はなんかまあ軽めで、了解っす。1分来たらもう勝ちかな。スパーキースケラはないんですね。あんましないっすけど、ありです。ありなんすか。ありです。たまにありってことで。そこなの。勉強よろしく。いや、というわけで、僕一回一戦ね、出た。一戦しか行かない悪魔。一戦お手本。悪魔じゃない、悪魔じゃない。お手本を見せてその記憶。そうかそうかそうか。でも今トロフィーがだって言ったら、ちょっとラットさんにはふさわしくないトロフィーですからね、これね。バカにしてますか。いや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 、でも実はふさわしくないじゃないですか。まあそうです。8500の人からしたらやっぱり。確かに。今行きましょう。一回行って、ほんと各下から移動ね。なるほどね。さあでもね、スパーキーがね、型でやり方をなんか教わるって感じですね。そうですね。言ったら勝ち負けじゃないですね、使い方ですね。おー、でも相手別にレベルは別に、ね、高いですね。高いなんなら一緒ですね。マスケ出して当てて、なんか受けですね。で、このファイブ使ってきたので、はい、もうスパーキー合わしちゃって、うわ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 、これちょっと嫌ですね。これいいんじゃないですか。これスケルトン大丈夫か。カウンターで、カウンターで、待って、これ大丈夫ですか。これいや、これね、大丈夫なんです先輩。これこういう時に、はい、なるとスパーキーが結構止まってたんですよ。はいはい、はい、止まってたことによってこのコストが溜まったんですよ。確かに、まさか。そしたらなんでここにスケルトンラッシュ打てるっていう、まあ、前半でもこういった場合は打てますね。ワンチャン打つんですか今。で、ここで打って打った、まあ、一回待機ですね。ザップ打つのか、矢の雨打つのかで、あれがこう引っ越してきたら、まあ、コウモリも追加してあげて、あれフリーズ相手必死に頑張って、でもこれきついですよね。これ防衛してるんですけど止まらない。で、なんだら追い打ち、これこれいいんすか。とどめの、いや、これすることによって結構ダメージ入る。確かに。しかもどっちとも守んなくちゃいけないから、エリクサー使わないと。しかもえちょっとこれさすがに早いですよ。もう一試合いってください。もう一試合いったい。で、こういうパターンもあるよっていうね。そうですね。だからラットさんちょっとね、トロフィーふさわしくないんですよ。ラットさんには誰かに仕掛けますわ、ね、ああ確かに、誰かいます、フレンドに。シーズンもほぼ終わりなんで。確かに、シーズン中ね、シーズン終わりだとみんなマルチ行きたいですからね。いや、ここでフレーバーと、え、来い、ミカさん来てください。ミカさんガンベタみたいなデッキなんですよ。ミカさん違うデッキで来てくれるとちょっと嬉しいですね。ミカさん来い。ああ、この小声になる必要ないんだけどね。いやいや、ありがとうってちゃんと言ってます。確かに確かに、これは大事。ちょっと僕も端末で観察させる。なんで？あ、みかんさんで見ちゃった。みかんさんで見ちゃった。ラッドさんで見ないと。はい、で、そうですね。みかんさんマジでロイフグめっちゃ好き。うん、確かに確かに確かに。なんで、なんならね、海の親みたいな感じですよね、ロイフグのなんか。なんならそんな感じ。そうですよね。まあ、スパーキーが相性がいいですね。ああ、確かにそうっすわ。確かに。これ待ちたいですね。待ちたいです、僕としては。やっぱこのデッキ、ラットさんのデッキで言うと、やっぱり残り1分からのがやっぱ強いと。もちろんです、ね。だから待てるなら待った方がいい。待てるなら待った方がお得です、ね。なるほど、なるほど。いや、本当に、ゴーくんただ目立ったひどいやつになっちゃう。確かに確かに確かに。出してこないんですね。お、ババコが。ババコや。ババコ、あ、入りこれちょっと。ある。エリゴレヒーラー可能性ある。エリゴレしかないっすね。後ろからヒーラー出てくる可能性が。なんならエリゴレしかない。うわあ！
エリゴレア左ジャイスケラしちゃいたいですね。ジャイスケラをしてスパーキーの前にジャイつけると、はい、これ一緒に美味しくされちゃうんですよ。美味しくなりますもんね。なのでここで逆サイってこういうところで、うわーマジか、ライドラを処理するとそれあんまり結構あれカウントが、いやーうまいうまい、カウントが怖いよ、やばい、これ絶対来ます、これ目の前に、目の前に、あーなるほど、スパーキー出して、いやー落ち着いてますね。このババコヤはちょっと厄介ですね、僕としては。これガンムスルタワー折れますからね。うわーガンムスルタワー折れますね、マジで。いや、これ勝てるんすか。いやいい、いい、うまい、いいトルネですね、マジ。もううまいってか、別にみかんさんだもんな。うわー、ちょっと終わったかも。これ終わったけ、これもういい。紫のやつ来ます、紫のやつ。来ないで。これね、マジで絶望なんすよね。うわー、もうこれ終わった。絶望なんですよ、ね。これは絶望。あ、うまっ。絶望。マジか。そういうのできるんですね。あ、待って、逆があるある。この。あ、出た。右フットバーラル。あ。あ、逆が。あ。いや、みかんさんうまいっす、これ。いや、みかんさんもちょっとうますぎっすね。ちょっとありがとうってちゃんと言ってきます。やばいですね。みかんさんじゃないエリゴレだったら勝ってました。なるほど。じゃあ私いきますよ。お願いします。でも結構勉強になりましたので、マルチいっちゃっていいですか。マルチいっちゃってください。ポチン、レディゴー、レディゴー、鬼太郎です、レディゴー、よろしく。いや、でもおかしいっすね、ちょっと待ってると、ちょっとラッツさんのね、はい、ちょっと敵を打ちます。はい、お願いします。まあ待っていきたいですね。最強企業さんのスパーキー、待っていきたいと思いますが、まあスパーキーないですけどね。どのような展開になるのでしょうか。なんかスキャミが、なるほど、いいですね。暇ですね、もう暇ザップ打っちゃいますもん。すっごい前にテスラありますね。すごいです、圧がすごい、圧がもういっちゃいますもん。あれ、もういっちゃいますもん。先輩、もういっちゃいます。いいですか、それダメっすよ。もう我流です。ダメ、企画とも違う。これでもスパーキーつけちゃえばさ、結構きつくないですか。そうないんですか。なかったっす。お、いいスパーキー。うわー、なるほど。まあ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 、一回待っていいですね。なんなら、なんならちょっと美味しいまで、なんならファルチェに、あ、歩いて、うわー、これマスケありますか。そんなものはない。いや、いいですね、これマスケだけでいいですね。なんならマジっすか。ほんとだ、おー、いいっす。ほんとだ、マジか、知らんかい。まあまあ、え、こんなの許容ですね。知らんかったっすわ。これジャイ回りましたよね。回りました。回ってないっす。回ったらもう一枚か。ああ、いいっすね。回ってないっす。これで回ったんすかね。これ回りましたね。あ、守れるんですか。俺守れるわけないっていうね。あれ、これ守れるわけないっていう。これね、もう嫌なわね。まあ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 、甘えしてくれるタイプ。めっちゃ面白いですけど。守れるわけスパーキー相手エレキがいるのちょっと厄介ですけど、いやもうないです。あれ、いきますよ。あ、おいしい、 おいしい。これもうジャイスパスキャラ組んじゃう勝ちですからね。エレキが落ちてくるタイミングぐらいでコウムレを追加してあげることによって、相手のエレキも処理してスパーキーが止まんないと。ただコウムレないんですよね。やだめ構えた方がいいですが、縦線が開きますね。スケラに、ワンチャンスケラに、ほんとだ。いや、いい。うわー、これ結構、でも結構苦しくないですか、相手。結構あります。カウンター、おお。さあ、マスケと耐えれそう、耐えれますね、まだ。てかマスケだけでこんな防衛できるんですね。いや、マスケめっちゃ強いですね。あ、分からんのも、なんなら許容なんですよ。許容、オブ許容、許容の精神で。さあ、からの後ろスパーキー、チャキ、よろしく。いや、マジでよろしく打たないことないんですか。たまに忘れちゃうんですけど、たまにその忘れはしないんですけど、忘れるんかいって、ね、あれです、あの、あ、ステート。でもファルチ使いましたよ。これもう来たっすね。ブッパスからの真ん中スケアミとかもおしゃれですけどね。これおしゃれです。これです。いや、これが強いんですよ。もうなんかどこもどこもみたいな。確かに。やばい、キングが、キングが、あの競技場で自分のキングが。自分のキングが危ない。これ大丈夫ですか。ワンチャン負けないんですか。ウェーイ。よし、ちょっと待って、我流でしてました、最初。初手、じゃないですよ。そういう、勝ったら、我流はよくない。初手、ジャイ、あんまダメですよね、あんでじゃダメです。ダメですね。いや、それ僕も言う、だから反面教師してほしいなと思って、修造さんに。あ、でも意外といるんですよね、初手、ジャイ。僕はしないんですけど。
いや、そっちの人かもしれないですね。そっちの人。そう。初手じゃいの人。初手じゃいの人。よろしく。ピカピカさんです。ピカピカさん。ピカチュウですかね。ピカチュウかもしれない。よろしく。よろしく。さあ、まあまあ、あ、もう勝った。スパーキー欲しいですね。スパーキーそんなものはない。なんですか。あなた甘い。うん。あなた甘い。欲しいですね。まあまあまあ。なんかマジでスケアミの防衛力を持ってる人高いですよね。確かに。あ、これ許容無許容。ギャング打ちます。やったー、これ美味しいっすね。今ギャング残った GG だなと思ったんですけど、いやこれもういけるくらいですか。スパーキーが遅くなってくれて、確かにノックバック強いっすね、スパーキー結局。うん、ワンチャンノックバックいずれなしになったりとかするかもしれない。逆に強いっていう。はい。あ、先輩これ安心してくださいよと。あー、いやめっちゃいい。え、安心してくださいよ、そのスケバレ無視は、はい、めっちゃいいっす。結構やばいっす今の。これ守りたいっすね。もうキスいらないっす。いや、やっぱ一番ファンが喜ぶんでそこでしょ。謎の謎の自信。いや、もう今本当に大喜びしてます。大喜びしてますね。さあ、なんかオーブンが入ってますね。オーブン入ってる。メガナイタスケバレっぽいんですけど、ちょっと違う。あ、なるほどっすね。まぁ、あ、ちょっとごめんなさい。あ、いや、まあ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 、時間稼ぎからの、まあ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 、ピピ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 ピインド、でもあえてインド何もできなくないですか。そうっす。あ、インドの、インド対策マスケ、うん、そうなんですね。いや、めっちゃいいマスケで、これもうヤナメがザップ構えつつパーン、ヤナメパーン。さあ、いいですね。で、この間にコウモリでメガナイト後ろできるんですよね。そうなんですよ。いや、素晴らしい。よく知ってますね。うん、いや、僕教えてますから、この辺。いや、めっちゃいいですね。めっちゃいい。でもこれで焦らず攻めるのが大事なんですよ。そうですね。これ焦ると負けるんで。で、スキャミもあるんで、なんかこうなんていうんですか、ザップ枯渇的なね、部分で。あれ、先輩、おい、神の許容、ちょっとこう、神の許容、神の許容、うまい人がすごい出てます。あ、やばい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 、全部それ、あぶね、あからの、タイミングを見て、ザップからの、スキャラからの、いやいやいいですね、完璧完璧の、うわーい、ちょっと内側っていうね、あれ下のかっこよさを見せつつ。あんまかっこいいわけ、ね、でかっこいいと思わなかった。これこのマスケやばないですか。マスケこのマスケ永遠生きてますね。うえー、いや、このデッキおもろいっすわ、普通に素晴らしい。クズゲン、いや、これマジで面白いっすよ。これあれっすか、キョキョさんのスタメン入りしますか。これスタメンっすね、これまた。え、やば、キョキョさん。でもちょっと一つ懸念点いいっすか。はい、これやっぱ相手がめちゃくちゃ上手い人だと結構きつくないですか。スケラ打つエリクサーなくないですか。いや、でもじゃあジャイスパコウモリでいいんです。あー、ジャイスパコウモリ、待って待って、いいジャイスパでスケラ打ったらエリアド取られそうだな、じゃあ一回我慢で、またスパーキーから打ってます。なるほど。意外となんかコウモリ、ザップ、ジャイスパともう一枚とかでカード回るので。確かに、落ち着いて落ち着いて落ち着いて、今だって、今だ。じゃあ上手い人にはもうスケラも打たない。そう、スケラ温存でいいですね。ジャイスパがってもですね、勉強でもね、あるんです。本当になってんのかな。いや、めっちゃいい。キョキョさんのデッキ全部俺の。え、これ面白いっす、マジで。デッキにしちゃおう。染めます。マジで面白いっすわ。だからこれ1から5じゃ足りねえんすわ。いや、わかります、欲しいっすよね。こら、いいゲーム作りやがってよ、こら。すいません、すいません、お世話になってます。いや、これ10ぐらい欲しい。もう10あっていいっすね。10あっていい、10あっていい、10あっていい。でも初心者さんにはでもちょっとなんか10個も作んなくちゃいけないのみたいになっちゃうから、だから自分でデッキのここの欄を3、5、7、10みたいな設定できるのがあれば。あー、確かに。デフォルターもずっと3とか5になってて、そう でなんかそこをすれば5個に変更とか。確かにできたらちょっといいかも。全然エメで課金でもいいですよ。もう課金します。1つの欄100エメ、300エメ、1000円目みたいな、すごい最後5000円目みたいな。いや、マジこれはそれでも全然いいっすよ、僕は。というわけで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。キョキョさんのね、はい、チャンネルに概要欄貼っておきます。いや、めっちゃ今日撮りましたから、マジで。キヨラット動画マジでもう9本ぐらいですか、ね、今
リアルに8本目です。8本目とかめっちゃ撮ってます。でもあんま疲れてないですね。もちろんちょっとはもちろんやっぱ喉とか枯れてきたなってありますけど、さすがに5時間とか撮ってるんで全然疲れてないです。あと5分とかいけますよ、はい、僕別に。という感じでね、概要貼っとくんでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕のね、あの動画でもコラボ動画も上がりますし、チャンネル登録、高評価とかね、コメントのもよろしくお願いします。というわけで、俺はさ、お疲れ様でした。またね、バイバイ。アデュー。